見どころはですね、まず旅巡業でこれやるんだな。その要は早替わりの舞踊公演ではないんですよ。つまり早替わりで例えば長い役踊りを変わるとなると結構、まあ、できるんですけど、お芝居ですし、名目仙台萩という、まあ、伊達家のお家騒動の話でございまして、まあ、その足利家、まあ、頼兼という人が中心となり、その不安定な、まあ、お家を、まあ、なんとか、まあ、五十四軍という、まあ、室町殿の、まあまあ、認可、まあ、連番となっている大家を、まあ、乗っ取ろうというお家騒動なわけでございまして、歌舞伎の中でも大変こう重要な時代物という設定の中で常に、まあ、御殿床下とかママタキというものがありましたりとか、またはその日記壇上、まあ、対決人情というように、まあ、歌舞伎を知っている方ならば誰しもが知っているお芝居でございますから、旅の中で7役をやるっていうことはかなり日々現場も変わりますし、早替わりをする私が裏を動線走る動線も日々異なって、もう本当にこのどうなるかわからないようなこともございますから、その無茶なことはできない。そしてまたコロナ禍の中での、まあ、演出的にも宙乗りはもちろんできません。あとはその周り舞台というものもございません。ですのであくまでもこう、まあ、歌舞伎的な二次元平面の演出の中でどこまでやれるのかっていうところが、まあ、一つの見どころかなと思います。砂丘良かったなと。でみんなで、まあ、スタッフと大勢弟子とか連れて鳥取砂丘行き、あのなんかこうゴールみたいなのがあるじゃないですか。あそこちょっと角度上がってません？そこからみんなで落ちるっていうその後、まあ、海鮮丼を食べて、まあ、次の舞台に備える、まあなんかすごく息抜きできた場所だなと思います。鳥取の皆さん、鳥取でお目にかかることを楽しみにしております。ぜひ、鳥取文化会館へお越しくださいませ。9月の25日です。ぜひよろしくお願いします。